動画を見るときは部屋を明るくして離れてみてね。ワイルドに、行こうぜ。ワイルドに、あ、そうか、ワイルドに騒いで行こうぜ。ゾイドブラスト、インフィニティブラスト、インフィニティじゃない、あの、キングオブブラストやっていきましょう。はい、前回からの続きです。また忘れてるよ。よっ、今日は何で遊ぶ？冒険に出発だ！ね。はい、というわけで今回は、9話から、やっていきたいと思います。で、まあ、前回3話まで続けたんですけども、今回ですね、ちょうどこれが12話、となっておりますので、ここら辺はちょっと4つ全部バーってやって、区切りよく終わりたいと思いますね。で、次回で、まあ次は次で考えるか。はい、さあ、ふてくされた嵐をペンネが一肌脱ぎますって言ってね。チッキショー！あ、コウメだよ。いつまでふてくされてるつもり？違う。別にふてくされてなんかねえよ。あんたらしくないわね。いつものバカまっすぐな嵐はどこへ行ったのかしら？うるせえよ。お前に何がわかるん？ガウ！お、ライガー、言ってライガー、お前までなんだよ。ぐるるるる、ライガーも心配してくれてるわけだよ。何見てんだよ。そうだ、思い出した、親父の言葉。お前と初めて絆を結んだ時のこと。あ、そうだ、これ言ったっけ。ゾイドワイルド、この初期のやつはですね、あのゾイドと、心を交流させると、その絆、まあコントローラーみたいな絆が生まれるんですよね。あの絆のコントローラーかみたいなのが生まれて、それを、ゾイドに装填することによってワイルドブラストが発動できるというね、そういう仕組みなんですよ。で、デスブラス、デスメタル団の方は、まあ、ゾイドと心をか、通わせないと、その、まあ、コントロールキーをもらえないわけない、まあ、ゾイドがくれないわけなんですよ。で、デスメタルの連中は、それを独自で開発した、コントロールキーで無理やり、その、従わせてる本能を解放させるっていうね、それが強制解放の、というわけですね。まあ、そういう装置を、が、このゾイドたちには、ゾイドワイルドの世界では、まあ、装着されてるわけですね。んで、ゾイドワイルドゼロの方で、その設定がなくなってたな。なくなってたな。俺、あれの、そのゾイドのコントロールキーも、あれは、おもちゃで出るのかなと思ったんですけど、全然出なかった。何なんだ。心を開けば、ゾイドは絶対に答える。相棒になりたいって気持ちを、伝える。全力で。さすが相棒ね。顔つきが、いつもの嵐に戻ったわ。ペンネ、ライガー、八つ当たりしてごめん。俺、黒いライガーにもう一度会う。仲良くなりたい。その気持ちだけをまっすぐ伝えるんだ。やっとあんたらしい答えが出たわね。それじゃあんたの覚悟、あたしが試してみようかしら。ライガー、おう、かかってきな。行くぜライガー。ということで、まあ一肌脱ぐっていうことがこういうことなんですね。解き放て。一肌脱ぐっていう聞いて何を期待したんだい。これはゾイドだぜ。コロコロだぜ。バトルに決まってんだろ。毒なんか跳ねのけてやるぜ。お腹壊しても死なないわよ、嵐。ラウンド1、始め。ちなみにですね、この
ペンネの操るこのスコーピアなんですけどもね、キングオブブラス、キングオブブラストがアップデート、あ、どこ食らってる、アップデートされる前に、おいね、キングオブブラストがアップロード、アップデートされる前に、あ、されてなのかな、実はテレビ本編に先駆けてネタバレをかましたっていう、ラウンド2始め、彼女の必殺技にあのネタバレが含まれていたっていう、これですね、隣のあの人ですね。あのこれ、あ、おー、しびれてる、彼女がですね、さっき横に出てきた雲のゾイドで出てきたあれがですね、テレビ本編ではこれ発売された時では、テレビ本編ではまだ仲間になってない、まだ未登場のキャラクターだったんですよ。ミッション成功、未登場のキャラクターだった、ちょうど出てきたか、そんなところで仲間になるかどうかっていうのが分からなかった。仲間になるかどうか分かんなかったんですよ。それをこのペンネの、新しい道が開いたわ、あ、ボスになってる、ペンネのワイルドブラストによってバレてしまったっていうね、仲間になるっていうこと、黒いライガー、あ、そっか、黒いライガーと会うとこれになる、どうしよっか、 A だよ、お宝取れないよ、もう一回やりましょう、じゃあリトライしろよっていう話なんですけどもね、すっかり忘れてた、野生の力、どうだったっけな、インフィニティブラストのスコーピア、あんなあの雲ブンブン振り回してたっけな、多分あの技なかったと思うよな、ワイルドブラストではあったと思うんだよね、ワイルドブラストで毒なんか跳ねのけてやるぜ、どうだろう、ちょっとお腹壊しても知らないわよ、ちょっとわかんないわ、ラウンド1始め、切り倒せ、ジェイジングラッシュ、今そりゃ倒せ、もうジェイジングラッシュだね、ちょっと本気出してレストランで、わぁ、おぉ、根性、ここではまだ体力が、これでまあ実際ペンネ&スコーピアって書いてあるけど、ペンネ&スコーピア&っていうね、あれが確か羊羹って名前で、雲の名前なんだっけな、あ、しまった、横の彼女が羊羹で、ゾイドの名前は何だったっけ、忘れたんですけども、まあ実質2対1なんですよ、ペンネだけタッグ組んでるっていうの、ミッション成功、あ、2番までいっちゃった、どうだ、お、いいね、やりました、 S ランク取りましたよ、やったぜ、
く来たわね。ただ残念なことに羊羹はね、あのプレイアブルキャラではないんですよね。いないよですね。おにぎり、ペンネ、餃子、ソルト、仙人、虫仙人。そうそう、羊羹も一応フリーダム団の仲間ではあるんですけども、プレイアブルキャラではなくペンネと組んでいるっていうね。よ、やっぱり同じところにいたな、黒いライガー。場所ね、ぐるるるる。やっぱり俺はお前を仲間にする、仲間にすることに、することを諦めたくない。だから俺は今の思いを正面からぶつける。ぐるるる。フリーダム団として、のびのび団じゃなかった、お前も俺たちのフリーダム団だ。あ、めっちゃかぶってた。俺たちの仲間になってくれ。仲間にしたければ俺を倒してみなっつって力を見せる。襲ってきたよ嵐。大丈夫、今の嵐ならガッツ見せろよ嵐。来い、俺はお前のすべてを受け止める。野生の力が覚醒する。ワイルドライカーイービルが嵐の力をこの試すわけなんですけども、それって考えればデスメタルの力で従わせるというのも同じことになるんじゃないかなってちょっと思ったりして。フリーダム団参上。これどうなのかな、ワイルドライガーイービル仲間にした後嵐乗り換えできるのかな。十分レイジングラッシュ根性。あー、ガードが硬い。もう一発。そうだ、これガードクラッシュがないんだ。もう一発。冒険だ。だから本当にストーリーとかそっちの方を重視して、ゲーム性の方はそのインフィニティブラストの方に全部振っちゃってるっていうだよな。あと改造とかね。ファイト。もう一発。ファイト一発。いけるか。この一撃で切り裂け。ヘイヨー。やったな、ライガー。いいね。ラウンド2始め。あーっと、早速やられてしまった。もうゲイルチャージ根性。これコンボのつながりがなかなか。ああ、準備完了。準備レイジングラッシュ突撃だ。ダメだな、叩き落とすからな。レイジングラッシュの最後で叩き落とすから。もらったぜ。準備燃えろライガー。マイルドブレッドかまったぜ。切り倒せキングオブクロー。ゲームセット。ミッション成功。やっぱあそこで切れちゃうか、すぐに撃つと。あっあっダメです、ダメです。 S を取らないとダメです、これはこれは S を取りたい。ラウンド1始め。レイジングラッシュ、ゲイルチャージ。あ、ダメだ、入んないね、やっぱダウンが早いね。切り倒せ。あ、違う。十文字切り倒せ。よし。あーはー、むっちゃ準備完了。これはちょっと大変かもしれないぞ。根性だ。もう一発。お宝をレイジングラッシュ。ああ、お宝をゲット必ずするとなると、これはちょっと難しいかもしれない。
残り体力なのかな。ラウンド2始め。突撃だ。キニャメ。あ、くそ。切り取るぜ。違う。もらったぜ。冒険アロー使いにくいな。根性だ。十文字。切り取るぜ。もう一発。切り取るぜ。準備完了。うわ。根性だ。あ、これはまたやらかすか。俺の魂と共に燃え上がれライガー。どうだ。ゲームセット。多分4000取らないと S ランクにはならない。ミッション成功。ダメだ。もう一回ですね。ダメージを食らいすぎだな。ラウンド1始め。突撃だ。レイジングラッシュ。うおー、根性。十文字。準備完了。燃えろライガー。ワイルドブレッド。ソリアス。そこだ。1-2の根性。十文字かますぜ。これいけるか。切り取ってキングオブクロー。いけたね。これで結構体力残したから。こっからもうラウンド2始め。根性だ。ファイト。根性だ。俺今気づいたんだけど、上のキャラクターの横にあるボタンのやつもあれ何か。あ、いた。レイジングラッシュ。切り倒せ。あれ全然使ってなかったな。ワイルドブレスト。1-2の切り倒す。吹き飛ばせ。切り倒す。冒険ドア。根性かますぜ。かませるか。この一撃で切り裂け。見たか。ゲームセット。ミッション成功。勝ちました。どうだ。よし。体力だね。体力の残り具合だね。グルルル。グアウ。すごい戦い。体がビリビリしびれてくる。ソウルとソウルのぶつかり合い。俺たちの力はまだまだこんなもんじゃないぜ。お前ももっと思いっきりぶつかってこい。グワーウ。グオー。申し訳ないね。あまり叫びすぎるとご近所迷惑になっちゃう。嵐もライガーも黒いライガーを相手に互角に戦ってる。やおベイビー。テンションマックスだぜ。嵐ライガー。グワーウ。グオーウ。いっけー。この戦いはスムーズに進むのか。さあミュージック、ミュージックですね。 S 取りました。おっと、いやーまさか リトライするとは思わなかったな。嵐と黒いライガーが戦っている時にデスメタル四天王が全員来ちゃった。もう本当にしつこいんだから。というわけでデスメタル四天王戦4人全員相手にするのかな。ああ、じゃあやっていきましょう。行ってらっしゃい。やっぱすげえなお前グルル。すごい戦いだったわ。さすがにどっちもヘトヘトみたい。そんな。待ってみんな、あれ、デスメタル帝国。
ありがとう、おにぎり代わりに行ってくれて。オーマイガー、デスメタル四天王も動い、ご丁寧に揃い踏み。またお会いしましたね。ほほう、あれが噂の黒いワイルドライガー。あの黒いワイルドライガーもまとめて奪うとしようか。ガブっちまうぞ。ガキども、まとめてガブってやるから覚悟しな。ガキ、俺に傷を負わせたこと後悔するんだな。ドレイクとアラスって何歳差なんだろう。ガキとかドレイク言ってるけど。ライガー、あいつら行くぞ。ライガー、コサック、ベンキ、トンコツ、春菊全部間違えてるし。許さねえ。俺たちの戦いの邪魔すんな。ツッコミもなし。本能解き放て。あー、これ4人全員相手にしそうだな。めんどくせえ。チーム戦となるのか。行くぜライガー。取り立ての時間です。ラウンド1始め。あっ、強制解放デテブラスター。時間が無限になっている。もともと無限だった。あ、消えなさい。あ、根性だ。ど根性。さらにこっから行けよ。行きましたね。やったぜ。いい入りじゃないですかこれで。まず一勝。そしてこれはちょっと30分超えるかもしれない。ラウンド2始め。切り倒せ。もう一発。強制解放デスブラスト。突撃だ。レイジングラッシュ準備完了。あの上のやつなんだ。もう一発。燃えろライガー。俺の魂と共に燃え上がれライガー。しまった。ちょっと早かったかな。いいね。よかったよかった。本能を解放してサイクロンラッシュで切り込んだ後に俺はあのワイルド、ブラストキングオブクローを放ちたかった。でその流れをやりたかったんだけどちょっと途中でね入っちゃって。ゲイルチャージ。あ、やっぱ王権アローは使いにくいな。ああ、突撃。ライガーマイルドブラスト。全然入ってねえんだけど。あ、あ、なんでなんでなんで。今の入らないとおかしいだろ。なんだ、何があった。何された俺。わあわあ、これどうなのかな。そしてアイコンのところのあれが気になる。後で説明書見てみよう。説明書見たはずなんだけど。これが最後の戦いだ。始め。切り倒せ。切り倒せ。根性だ。根性、根性、ど根性。泣いて笑って喧嘩してライガー。俺の魂と共に。にこいよこのど根性ガエル。もう一気に色が出たらスマップだぜ。この一撃で切り倒せ。
ゲームセット。ミッション成功。あっ、おー、やったぜ。いやー、最後ちょっと曲がね、もうちょっとでね、いい感じに終わりそうだったんだけど、ちょっとねー、リザルトに続くのが早かったね。お宝ゲット、クリアしました。そして次、やったね、次に進めるわ。ここで嵐編が最後かな。デスメタル四天王を追い払ったのはいいけど、大ボスのギャラガーまで出てくるなんて、ライガーも限界なのに、どうすればいいの。お、ここでね、本作、この作品のラスボス登場ですね。冒険にゴー。よし、勝ったぜ。何、なんと予想外。俺様の華麗なる計画が。ありえねえだろ、こっちは4人がかりなんだぜ、うん、ソロプレイのワイルドライガーに俺たちがやられるとは。よくよく考えてみたら、嵐一人で頑張っているのにフリーダムダウン他の連中何やってんだっていう話なんだけど、雑魚を相手にしてたからな。いやいや、四天王を相手にしてくれよって。舌打ちだけや、めっちゃ切れてる舌打ちだけ。いや、はい、四天王のみんな、前を開けてちょうだい。来ましたね、ギャラが。デスレックス、やっぱりでかい。デンジャラス。4人まとめて相手して勝っちゃうなんてね。とまあ出てきましたね、これがギャラがですね。こいつね、こんな身なりなんですけどもね、確か過去編ではね、もうすごくマシなやつだったんですよ、格好は。こんなんじゃなかったんですよ。あれ、どこら辺でこんな感じに表現したの。デスレックス手に入れてからかな。ありゃまあ、四天王のみんなってこんなに弱かったかな。それとも血味が強くなったのかな。そうだ、強くなったんだ、俺とライガーがな。そっか、でもワイルドライガーちゃん、ものすごくヘトヘトに見えるけど大丈夫。ライガー大丈夫か。ぐー、いやー、ちょっと難しいっすねっつって、四天王との戦いで体力ほとんど使っちゃったみたいね。でもな、せっかくこの子を連れてきたし、やっぱり遊んでくれないと困るな。一発で終わっちゃうとかやめてね。くそー、ガーおー、え、何、黒いライガー。やったー、あのライガーが助けに来てくれた。嵐のソウルが伝わったんだな。黒いライガーが仲間になってくれるなんて。一緒に戦ってくれるのか。ガウ、あー、もうこのガウがいいですね。お友達が来てくれるなんてラッキーだったね。チミも僕にとってもね。ね、ライガー、ここまでよく戦ってくれたな。ちょっと休んでてくれ。グー、どっちかわかんねえよ。よっしゃ、行くぜ黒いライガー。そろそろイービルって覚えてあげて。最強の生命体が今決まる。ギャラガーの説明したっけ。ギャラガー関智和っていう、あの、声は関智和さんっていうのは言ったっけ。お前だけは絶対許され。絶ゆる。ちょっとはマシになったよ。ラウンド1。やめた。強制解放。早い。デスブラスト。じゃあ消えまくれ。頑張れ。根性。強気で楽しみか。
差がないな。大迫力、大迫力っすね。切りまくれ。ライガー、俺の魂と共に。あ、破壊、こっちも破壊が。ライガー、この一撃で切り裂け。ケイオ、やったな、ライガー。ラウンド2始め。レイジングラッシュ、ブレイジングラッシュで、決めます。ジェイルチャージ、ファイト、高いな、レイジングラッシュ、やるじゃん、ファイト、やるじゃん。さあ準備完了、もう一発切りまくれ。ああまずいまずい、弱いね。ライガー、俺の魂と共に突撃だ。よし、ここでライガー、この一撃でやるじゃん。ゲームセット、ミッション成功。あーくそ、この曲が、曲がちょうどいいところで終わるタイミングが難しい。はい、クリアいたしました。はは、どうだ、これが俺と、これが俺とゾイドの絆の力だ、ゾイドと絆の力だ。イービルはいつまでその黒塗りにされてるの。イービル、もしかしてイラストない？あれはまあ、この子がここまでやられるなんてね。うん、すごい、いやー強くなったね、僕びっくりしちゃった。それにその黒いワイルドライガー、その子もすごく面白い。こんなに興奮したのは久しぶりだな。いいよ、今日はこれで終わりね、僕も大満足だから。はい、撤退、みんな帰るよ。また遊ぼうね。めちゃくちゃ疲れた。黒いライガー、お前も一緒に戦ってくれてありがとうな。すごい、デスレックス相手にあそこまで戦うなんて。そうそう、黒いライガーも嵐もファ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 ンタスティだったぜ。ファンファンファーって言って、相変わらずハラハラさせてくれるんだから、それも嵐らしいけど。あー、どっか行っちゃった。あれ、黒いライガーどっかに行っちゃうの。いいんだよ、これで。ベーコンたちだってみんなバラバラに旅してたんだ。でもいざという時にはみんな集まってた。離れたって俺たちは仲間だ、ということですね。おーい、お前もフリーダムなんだ。お、いいね、ガウ。あー、いいっすね。よし、俺たちも古代秘宝 Z を目指して出発だ。というわけで嵐編はここで終了ですね。ゲットゲット、フリーバトルでワイルドライガーイービルを使えるようになった。ギャラリーの思い出図鑑で新しい画像が見れるようになった。2つ入りましたね。で、こっからこっからベーコンのストーリーと、テイオギャラがさっきのやつですね、あれのストーリーと分かれていきます。で、どうしよっかな、次回こっちやる前にさ、ここ S 取って、で、こっちフリーダム団の方を先に埋めていくか。で、フリーダム団を先に埋めて、1000人まではもう、まだちょっと考えよう。というわけで、次回は、フリーダム団のメンバーを、埋めていきます。で、道的にはおにぎりですね。おにぎりを先にやっていきたいと思います。
はい、じゃあ、今回獲得したお宝を見に行きましょうか。よっ、今日は何で遊ぶ？お宝を見るんだな。よく来たね、ゆっくり見てってよ。思い出図鑑とミュージック。よく来たな、さあ聞いてってくれ。メインメニュー、これだけか。あんまりあんまりなって思う。頑張って集めたね。特に特にっていう感じですね。で、ワイルドライガーと何が増えたのか。あった、ワイルドライガーイービルの2体だけかな。だけですね。じゃあワイルドライガーの方を見ていきましょう。あ、おもちゃのやつですね。玩具のやつですね。ね、白い盾紙を持つ唯一、無二の伝説のゾイド。非常に高い戦闘能力を持つ。これが玩具のワイルドライガーなんですけども、頭に乗っているのが、普通の、一般兵になりまして、これが基本的に玩具の、玩具のものになりますね。で、この乗っているフィギュアのパイロットフィギュアを、嵐たちのバージョンが出てほしかったんですけども、これが海外限定となっていますんで、なんで海外限定だったのかなね。タカラトミーモールでもういいから出してほしかったんだけどね。んで、ワイルドライガーいいね、ね、こっちはまあゲーム画面ですね。1回目で話したっけ。ワイルドライガーイービル、このキングオブ、ワイルドラ、ゾイドワイルドキングオブブラストの、早期購入特典で、ついてきたんですよね。アーマーパーツだけがついてきて、あ、話したな。ね、で、まあ、アーマーパーツだけなんで、さっきのね、玩具のワイルドライガーの本体が必要だったんで、それがないと作れないっていうね。はい。というわけで、こんな感じですね。というわけで、次回はおにぎりのストーリーからやっていくよ。はい、今回はこの辺で終了したいと思います。それではまた次回、バイバイ。チャンネル登録よろしくお願いいたします。